はい、皆さんこんにちは、かおりです。今回は初心者向けにアセットコルサ始めるのにどんだけお金かかるのか考えてみたてかね、初心者にまあおすすめする機材はね、アセコル環境をね、まあコントローラーとか紹介していきたいと思います。でやっていきましょう。はじめ。はい、というわけで、まあ、紹介していくんですけど、まず PC のスペックからね、やっていくんですけど、まあ、難しいんですけど、正味、こんな感じで、フォーサイト推奨スペック、ただもう結構ね、ギリギリっていうか、まあ、VR とかやる人に、まあ、わかると思うんですけど、このスペックじゃ怪しいです。ちなみにね。まあ、普通に、もっと追加して遊ぶよって方には、これが一番、重要なところのポイントですね。古いゲームだけど、感じですね。まあ、大概16ギガ。まあ、これわからんけどね。これに関してはわからん。で、こういうところで問題がありまして、こういうサイトで買うなっていうところが、ね、結構高いんですよね。149,980円。高いんですよね。高くないですか、これ。このスペックで144,980円。全く PC 組んでる身からすると高えよなと思うなって。感じで、ね、まず PC に関してなんですけど、自作 PC を作ろう。自作 PC を作ってパソコンの知識を増やそう。これが一番大事です。吉田製作所とかで見て作り方とか載ってるんで、絶対そっち見た方がいいですよ。そんな感じなんですよね。やっぱ、こういう感じで見てみると、やっぱり、まあ、書いてることは本当ですけど、結構、ちょっと持ってる部分があるんですけど。ちなみにこれがありまして、なんか、そういう、なんつうんだろうね。ギリギリの性能だともっとなしのソロプレイが想定されるので、最低でも一つ上の RTX3060 以上を推奨します。これはいらないですね。これに関しては全然違う。オンラインでも全然、1660スーパーでも全然いける。そのグラボ3万ぐらいかな、確か。それぐらいでおすすめです。で、もうカレリアとかおすすめするなら、このスペックがおすすめです。34,000円。さっきのと見てみや。13,400F で、1テラっていうのがいいですね。買えないけど。134,800円。35,000円ですね。まあ、こっちの方がいいですよ。まあ、変わらんけど、まあ、こっちの 4060Ti なんて、これ絶対おすすめです。必要条件。俺の必要条件。これの PC を買え。これ結構 Apex とかバロンとかできるんで、めっちゃおすすめですよ。あ、ちなみにちょっと高いよって方には、こちらの、PC スティックがおすすめ。アセコル十分置きますよ。これが俺の、まあ、ちょっと休みでおすすめするのはこれかな。結構いいですよ、これ。1660スーパー。これが最低条件から俺にとっては。最低条件ですね。3画面から遊ぶとかも、まあまあ、できないことはないけども、やっぱ、あんまり60搭載してる方がいいよってこと。ね、感じですね。感じで自分的に自作 PC を組むならこのパーツだっていうのをやってみたんですけど、どうなんですけど、こんな感じで、まず、まあ、グラボ、まあ、インテル構成ですね。インテル構成で、こちら、4060ですね。47,121円。高いんかな？ちょっと高いかな？高くなってる気がする。CPU が 12400F。これは結構絶対コスパいいですよ。めっちゃいいよ。ユニコンパワーの5722円。これは M.SSE ですね。電源が 600W、まあ、足りると思います。でシリコンパワーのデスクトップメリオメモリー、5180円。ここの数字が低かった、低いほど性能が良くないから、ここは絶対見た方がいいよって感じで、ミドルタワー写真集向け、これこのケースが一番安かったです。安かったというか、内面的に良かったから。これでちなみにに、105,057円ですね。3060。ちなみにこれより4万円ぐらい安いんかな、確か。4万円ぐらい安いですね。4万円安いんで、絶対こっちよりはいいと思う。言うて、変わらんけどね。12世代と13世代、あんま変わらんから、あんまゲームするより変わらんから、その、いい子みたいなの追加されただけだから、そこに関してはあれですね。ぐらいですね。次は、まあ、ハンドルコントローラーについて、ね、紹介していきたいと思います。今回は、僕的にはロジテックのロジクラの G29 をしたいです。このやつは普通に PS4 で使えるので、
十分コンシューマーキーとして使えますってわけで、めちゃくちゃいいよ、これ。いいですよ。でも、アセットコールだね、やりやすくするために、ちょっと、FFP を上げるんですよ。帰ってくるステアリング、セルフステイが遅いんで、帰ってくる、早くするために、FFP を高くして、めちゃくちゃ早くすると、すぐ壊れるんで、ご注意をということで、こんな感じです。高いですよね。はい。今後、なんつうんだろう。ちょっと本気でやりたいよとか、ガタがあるとか、調べてて、ガタがあるんだなとか、分かってる人にはこれがおすすめです。ダイレクトドライバーっていうのがありまして、こちらめちゃくちゃ静かです。J29 で使用するとめちゃくちゃうるさいんですよね。DR5 はダイレクトドライバー、モザリですね。で、これ、単に僕使ってまして、ホイールベースを使ってまして、めちゃくちゃいいですよ。ドリフトしやすい。で、こちらの、3ペダルで1800円ですね。高いと思います。買えないな。これ買うなら、ちょっと2万円ぐらい出して、アルファミニ買うことをお勧めしますけど、ぐらいですかね。ぐらいですね。めちゃくちゃ、まあいいですよ、これ。が、1万円出せるわけないから。まあ、そんな感じですね。はい、次、コックピットは、デイリーさんの AP2DRS2 セットサイドフレーム付きを選びたい。このちなみにこれ持ってまして、R5 つけても大丈夫でした。若干揺れるのかな？いや、でも、G29 でも FFE をマックスにしたらめちゃくちゃ揺れるよ。ぐらいですね。で、このシートなんですけど、シートついてるのがポイント高くて、シート高いんですよね。シートついてるのがいいと思う。シート3台3万円ぐらいだっけな。これが1万4千円ぐらいって考えてもらったらいいんですけど。シートがついてるんで、ちょっとアップグレードしたいなって時に、トラックレーサーのコックピットにこれをつけると、ちょっと浮きますとかねが、いうところですね。はい、2つ目。ストラッセの RCZ01 ですね。これ、コックピット使ってる人多くて、めちゃくちゃいいと思いますよ。シートなんですけど、シートあるとあるんですけど、こんな感じの、マジに質やろうと思って、めちゃくちゃいいですよ。触り心地いい。触り心地いいんで、めちゃくちゃいいと思います。僕はこの1個上のモデル使ってるんですけど、1個もいいな。アルミ入れ版使ってるんですけど、これ結構ね、なんていうの、上心とか、そういうヨドバシとかに大概置いてるのはこれだと思います。実際そう体験できるのもいいと思いますよ。やっぱこういうフンゴンとかコックピットは、ガヤショールームとかそういう、シムショップ行くのがベストです。はい。なんで白回って、なんか良くないですか？で、場所取るんで、これが結構ね、いけないところのポイントです。はい、次ですね。喋ってかんと長引きてしまうんですけど、でモニターはこのモニターをしたいです。ギガクリスタのモニターめちゃくちゃいいんで、ちなみに僕的にはこの中古品をおすすめします。非常にいいんで、全然おすすめですよ。これで 165Hz でゲームをしやすい。このゲームやるときに、ね、HMS なんで、反応速度が速いってことですね。165Hz ですね。これハンコンとかそアセットクロスされるに当たって、75Hz と、俺のサブモニターが 75Hz なんですけど、これでプレイしたんですけど、やっぱ 165Hz の弁慶とかにしてしまうと全然違うんですよね。もう、なんていうの、滑らかさが違うんで、モニターは正直165あった方がいいかなと思いますよ、僕は。思いますよ。こんな感じでいっぱいあると思うんですけど、こういう24インチとかおすすめ。こういう、なんていうの、読んだらいいかわかるけど、こういうメーカーはやめといた方がいいと思いますよ。でも 100Hz あったら十分けどね。十分かかない。165Hz あったらいいけど。こういう安いやつはやめといた方がいいですよ。これ、こういうやつとかそうです。ASUS とか、ダメですね。ダメですよ。あ、ちなみになんですけど、こういうメーカーって桜チェッカー通すと、よくなくて、はい、危険です。でも、これ結構、桜チェッカー、レビューがあれなんで、別にありっちゃありかもしれない。まあ、3画面とかそれやときにやったら結構おすすめかもしれない。いや俺3画面しとるけど、別にあれやけどね、色の違いがどうのこうのとか言ってるけど、そんな変わらんからね、言うて。
あんま変わらん気がする。俺行くとあんま変わらん。気にしないところのポイントから画面でやるとか、それを紹介した PC を3画面できますぐらいですかね。まあ以上ですね。サイドブレーキですね。サイドブレーキはまあこれですね。 USB、はい、サイドブレーキ、これ PS4 で使えないので要注意です。 USB のやつですね。これがついてると、コックピットのこれですね、こちらなんていうのとあるんですけど、この間がするところ間が狭くて、これがかばさないと無理っていうところがところですね。やりにくいって感じですね。大体まあ大体トータルで何万数えたんですけど、めちゃくちゃ高かった。ちょっと待ってくださいね。で全部合わせて金額合わせて数えてみたんですけど、まず一つ目がこの G に行くとデイリーのやつと、デイリーのやつと、このモニター中古ですね、中古と、サイドブレーキと、で、いいですね、このスペックで22万4千円ぐらいですね。はい、えげつないですね、バイク買えますよ、ぐらいなんですよね、やっぱ高いっていうところが。で、プラスソフトライなんで、アセットコルサーで4、5千円ぐらいか。23万ぐらいかかって。自分ので初心者にはちょっと難しいなと思うんですよね。G2K 持ってる方から、まあ、まだマシかも。ちょっとちょこっとしよう。PC が、あ、そのゲーム世代の PC スペックがいるんで、結構、あれですよね。というところになります。とか、VR とか欲しいけど、そういう利点があるので、というか、抑え方を考えてね。アクセピとか作って、できるだけコストを下げて、ハンドルコントロールに当てましょうってわけで、今回は以上になります。バイバイ。